そしてもう一つ大事なこと、マスク必ず着用してくださいね。このマスク着用できないとですね、ステージは始めることできませんので、これもしっかりとルールを守って、このね、ビギワイステージ一緒に楽しんでいただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたしますね。もう僕からね、うわーって見えちゃってるんでね、マスクしてない人はいないですね。でね、マスクをつける際にはお願いがございます。皆さん、鼻までちゃんと隠して、大丈夫ですか、大丈夫ですか皆さん。これね、その確認が取れるまでは私はスプラッシュを呼ぶことができません。僕が怒られます、皆さんから怒られます。なのでね、しっかりと協力してください。マスクは鼻の上までしっかりして、顎の下までかける、このルールを守りながらちゃんとやっていきましょう。大丈夫ですね。はい、大丈夫そうなので、それでは参りたいと思います。ここからはサンフレッチェレディス2022スプラッシュの皆さんです。お願いします。皆さん、グーテンモーニング。1回目のステージ見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。それではまず初めの曲聴いてください。私たちのオリジナルソング、雲の切れ間に。見上げた空に広がった雲が光隠し、4月24日にクラブ創立30周年を迎えました。おめでとうございます。そして今日は30周年の記念試合ということで、今日はね、1万名様に
ブチ紫ハリセンが12時30分から各入場ゲートにて配布されます。そのね、あの選手入場の時とかにこうやってね、あの掲げたりとか、ね、試合の時にこうやってハリセンをね鳴らして、しっかり試合を今日もブチ熱く盛り上げましょう。しますよね、ほんと、すごい、結構ね、結構いい音、確かにこれ合わさったらすごいことになるのね、バンバンバンって、すごい、あ、ほんとだ、サンチ君も頑張ってくれて、ありがとう、ありがとう、嬉しい、元気出るね、ね、そして、そして、うん、はい、はい、そしてですね、皆さんから見て右側に、右側のね、この裏にあるんですけど、歴代ユニフォーム展示というものが、ね、あります、うんうんうん、はい。歴代の、ね、ユニフォームが、うん、たくさん並んでて、そうだね、すごい、私たちもね見たんですけど、うんうんうん、すっごいたくさんありました、うんうん、ね、その中でもなんかお気に入りのものとか、ね、はい、私はねやっぱりいろんなの本当にねすごいいいデザインで素敵な色だったんですけど、うん、私はやっぱり今皆さんが着てるこのユニフォームが一番いいなって思います。この色がね私もすごく好きで、うんうん、ね、かっこいいよね、そう、かっこいいよね、もう10時からね、展示されてるので、ぜひ皆さん見に行ってみてください、見てみてください。はい、じゃあそれでは次の曲に行きます、はい、次の曲はサンフレッチェ広島公式応援ソング、ときめいてハットトリックです。タオルをお持ちの方はね、一緒に曲中にこう回してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ぜひ今の時間に水分補給とかね、熱中症にならないように、ぜひぜひ、暑いからね、暑いからね、はい、今日でもいい天気、うん、ね、ほんといい天気、うん、それでは行きましょうか、はい、ときめいてハットトリック、you、yeah.
もね声出せないと思うので、ちょっとわこちゃんに聞いてみようかな。そりゃもう知ってるに決まってるじゃないですか。コーニーですよ。コーニーはね、コーニーですよ。それはね、子供の日。違う。今のはフェイク、フェイク。本当はわかるよ、ちゃんと。お、何？憲法の日。お、憲法の日ね。憲法の日。憲法の日。ちょっと暑いですね。憲法って言われるじゃん。憲法の日ですね。そうで、憲法の日なんですけど、あと2日後、5月5日は子供の日でもありますよね。そして今日はさ、このやっぱお子さんがね、ゴールデンウィークだからかな、このさっきね出てたナイフさん、ありがとう、見に来てくれて嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。で、今日はお子さんがすごく多いと思うので、うん、今日はそのお子さんにちなんだ曲を持ってきました、うん、そうね、はい、ちょっとさ、あーたんさ、わこちゃんに質問したじゃん、うん、明日何の日か知っとる、明日も知っとる、うん、知っとかんといけんと思うんだけど、あーたんは明日何の日か知ってますか？ってよ、明日じゃろ、5月4日よね、そう、うん、自分を見て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 、み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 、そうよ、明日は見る、あーたんよ、あーたんそのものよ、みど、みど、みどり、正解です、みどりの日なんです、じゃあ覚えておいてくださいね、担当職の色です、はい、ここでね、ちょっと質問返しをしたということで、行きましょうか、次の曲に、次の曲はエビカニ知ってますか皆さん、ケロポンズさんのエビカニクス知ってる人、知ってる、おお、よかった、 YouTube でもね1億回再生、すごいよね、本当に皆さんご存知だと思いますので、よかったら一緒に踊ってください、お願いします。それでは行きましょうか、行きましょう、はい、ミュージックスタート、
がの前にちょっと通訳のねご紹介をしたいと思います。今日はねオレンジ色担当の愛ちゃんが私たちのグループにはいるんですが、今日はお休みのため、あたんがお二熊さんに通訳を担当させていただきます。そしてね、私が聞きたかったのが、ゴールデンウィーク前半お二熊さんは何をしてたかなっていうのを聞きたいなって思ってて、まずはどうしよう、フレッチちゃんから聞こうかな。初めてお願いします。じゃあ聞いてもいいですか。かわいい声かわいい声なるほど、聞きたいわ。この間初めてリジーナさんのアフェーのね、の試合で神戸に応援に行ったんだよ。おやすみたい。ちなみに昨日はね、私の推しでもある金賀ゆかり選手MC の吉田和樹さんのお誕生日でした。おめでとうございます。おめでとうございます。どうしますか、ちょっとここでハッピーバースデー歌いませんか。ありがとうございます。そしてサチ君ちょっと踊ってもらってもいいですか。お願いします。踊れるオリジナルで。それでは楽しみですね。いきますか。前にぜひぜひ吉田さんも誕生日だったね。吉田さんも一緒に来てくださいました。それではいきましょう、せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーニア・キンガ選手&吉田さん。今出てくださった MC 吉田さんのお写真をハッシュタグ、ちょっと私が行きましょう。すいません、ありがとうございます。今ね出てくださった吉田さんのお写真をぜひハッシュタグイースタ MC をつけて SNS に投稿して、イースタ MC、 イースタ MC、 間違えました、すいません、イースタ MC をつけて投稿していただくと、そちらにある看板にお写真がね使われるかもしれないので、ぜひぜひ皆さんたくさん投稿してみてください。はい、そしてスプラッシュの写真もね、ハッシュタグイースプライに載せてぜひぜひお願いします。お願いします。ぜひぜひお待ちしております。はい、はい、それでは次の質問、次の質問、そうね、次はサンジ君に聞きましょうか。聞いてみましょう。それではサンジ君、ゴールデンウィークの何だったっけ、思い出だっけ。前半何したの あったん聞いてもいいかな。お、あ、いいですね。サンチ君は、そう、そう再現してくれてる。このゴールデンウィーク中にいろんなチームの試合をダゾーンでね見ながらゴロ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 っと見てたので、ちょっと厚みが増してきた。あれ？じゃないかな。出てきちゃってる？待って。大丈夫大丈夫。でも踊ったらカロリー消費するから、今日はたくさん踊ろう。一方だけでもさっきね、大丈夫大丈夫かも。それはいじるかも。はい。ね、おふたくまさんのゴールデンウィーク前半何してたを聞かせていただきました。ありがとう。ありがとう。レチちゃん、ありがとうね。あ、私もいいですか？あ、いいよ。私はですね、学校で学校の遠足があって、その時にね朝動物園に行ってきたんですよ。でそれで本物のクマを見てきました。おー、あれ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 、ちょっと気まずいけん、もう次行こうか。ちょっとね、これは本ちゃん元気がするけん、次の紹介行きましょう。はい、ね、危ない危ない。スプラッシュ2回目のステージは13時10分からです。そして次のステージは音楽公共音楽団広島公共楽団さんの素敵な演奏です。ぜひ引き続きお楽しみください。はい、お楽しみください。以上
くんと、あれなんか書いてる、ね、書いてるね、書いてるね、サイジくん、何書いてるんだろう。一回紹介しとく。はい、一回、はい、何お、なんだろう、なんだ、お、え、なんて書いてますか。フリッチちゃんは17歳です。昨日ね、事件が起きたよね、起きたんだよね。フリッチちゃんはピチピチの17歳ですから、皆さん間違えずに17歳です、皆さん、はいはい、覚えてください。19歳やね。間違えちゃダメですよ、皆さんということで、そう、というわけで改めまして、以上、サンチェくんとフレッチちゃんとスプラッシュでした。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きステージをお楽しみください。水分補給もしっかりお願いします。2回目もお待ちしてます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。スプラッシュに大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。